巨人たちに平和を破壊されてから10ヶ月が経過した頃の物語。反撃はここからだ。巨人を駆逐するためには何をすればいいのでしょう。友達にご覧いただきたい。これが立体機動装置であります。普通は半年かかる訓練を2ヶ月でやり遂げてしまうかもしれない。精鋭を集めましょう。何が何でも壁を塞ぐぞ。はい。反撃の問い合わせて今叫ぶ声かかれたり。これから見ることは二人だけの秘密だ。これは思うんだ。私たちに見えているものと実在するものの本質は全然違うんじゃないかとね。どういうことだ。その秘密と引き換えに人類が犠牲にしたものとは。危ない。全ては未来のために。